はい、こんにちは、ソルウィンです。いきましょう、マジック講座講座ではないかな。うん、まだ早かったですね。私ですね、最近このマジックというか、まあそうですね、マジシャンもどきもどきって言っちゃったなんですよね。ちょっとね、マジシャンのね、マジシャンというかマジックの練習をちょっとだけやってるんですよ。うん、なので気まぐれで技を披露していこうかなと思っております。ただね、ちょっとね、見せ方がね悪いんじゃないかなってすでに思ってるんですよね。うん、で今日何やるかというと、まあ簡単なマジックではないですね。まずね、基本となる動作、まあ、やはりね、カードのさば、手さばきですかね。やはりマジシャンがね、マジシャンにとって重要なのは、まあ私まだマジシャンではないんですけれど、うん、まあそんな話なんでね。というわけでカードね、うん、に関してちょっとね、今日はお話をしていこうかなと思います。ちなみにこれね、あれですよ、結構まあそんな高くないんですけど、まあ本当にもっといいやつ欲しいんですけど、これね、これバイスクルトランプ、バイスクルですね、スタンダードってやつですね。これね、ちょっとおすすめされたんで買ってみました。うん、これね、まあそんな高くないですよ。これ300円ぐらいで買ったんで、まあ高くないですよね。でこれね、結構硬いんですよね、このトランプ。まあそこそこ使ったんで、だから最初でもね、めちゃめちゃ硬いの、これ本当に。でも慣れてくるとこれでも柔らかいっていう思う人はいるみたいですね。うん、まあ実際結構配信とかでやってて、だいぶね、柔らかくなりました。もうね、イメージするとあれかな、野球のグローブみたいな感じ。まあ、だいぶ物は違うんだけど、野球のグローブも最初めちゃめちゃ硬いんですよ。だけど、使い込んでくると、皮がね、馴染んで柔らかくなってくるっていう。で、このトランプもそうで、まあ、だいぶ安くなると。安くなるわかんない。もうやばいやばいやばい。柔らかくなると。安くなるってどういうことだよね。まあまあまあ。というわけで、まあ、カードマジックの基本ね、まあ、やっぱシャッフルとかですかね。まあ、いろんなシャッフルがあるわけですよ。このね、一般的なヒンズーシャッフルとかね、こういうのもある。うん、まあ、誰でもできると思うんですけど、これ横で切るのなんて言うんだったかな。これは何シャッフルって言うんだったかな。まあ、こういうシャッフルもあると。で、やっぱこれね、できるとかっこいいなっていうのがあるわけですよ。ちょっと待って、BGM 止まった。やっぱあれですよね。まあ、私もね、実は言うとここ1週間ぐらいでできるようになったんですけど、リフルシャッフルっていうのがありますね。まあ、場合によってはショットガンシャッフルとかって言い方もあるのかな。うん。こうね。半分ぐらい持ちますね。で、半分かな。まあ、大体ですね。で、まあ、こうね、わわわってやって、ただ、ちょっと見せづらいですね。じゃあ、ちょっとこうしますか。うん、ちょっと変な感じね。実際はね、多分この角度が悪いね。本来ならもっと多分斜めから撮って、うん、やんないといけないのかもね。まあ、これはね、第1回なんで、まあ、ある意味第0回みたいな感じなんだけど、まあ、こんな感じでね。で、すごい見せづらい。で、最近、まあ、覚えたというかやってるのが、空中のリフルシャッフルね。まあ、これ、まあ、やるってことは変わんないですけどね。まあ、こうやって、まあ、やって、うん、まあ、ちょっとね、見せ方が難しいなと思ってるんですけど、本来ならね、そのまま、シャーってやるんやけど、これ真上から俯瞰して見てると、何やってるか分かんないよね。一回やってみようか。多分、微妙だと思うんですけどね。ちょっと待って、今の失敗ね。ミステイク。あ、ちなみにマジック、あ、まあ私ね、安心と基本ノーカットでいきますからね。ただマジック私ね、ネタ考えてて逆にあえて編集を入れて、はいってやるやつ、まあもちろん編集入れてるっていうのはちゃんと言いますけどね。うん、そうしたらぶっちゃけて編集さえ入れちゃえば何でもできますよ。うん、何でもできます。やっぱ真上からだと今全然見えなかったかな。うん、やっとこれもね、できるようになったんですよ、最近。てか、もともと全然、ほんと私結構不器用でして、不器用な人間なんで、でも、そんな不器用な人間でも、まあ、努力をすると、なんか、その成果が出るというね、感じでね、結構、暇さえあれば、このリフルシャッフルの練習をしてました、実は。うん。っていう感じですね。
で最後に、まあ、何個かね、実はね、もう私覚えたマジックがあるんですけど、まあ、それはね、また別の動画で撮ろうかな。でも1個だけじゃあ、BGM が。終わっちゃったね。いや、これでちょうどいいかな。ああ、色が違うな。白、白じゃないね。コアもね。ディリリリリリリ。ディリリ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 リ。この、これを擦ると、変わっちゃうよっていうマジックね。明らかにおかしいことをしている。まあ今のなしね。なしねって。ぶっちゃけね、画面がやっぱ使えちゃうからさ、その気になれば何でもできるよね。って私ちょっと思うんだけど、どうでしょうね。まだ私本当ね、素人なんで、まだそんな華麗なマジックは見せられないんですけど、うん。結構ね、実は、そうだな、今のところできるマジックが、まあこれから多分ね、次回予告みたいな感じで、次回ではないけど、次回以降の予告として、とりあえずカード使ったマジックができるのが、なんだろう。こういう風に、例えばこれ。で、スペースマスターね、これを入れるじゃないですか。あ、これ別にトップ表にしてるじゃないんだけど。で、これを、バーでシャッフルとかして、切っていくわけですよ。やって、で、最終的に、バーって、まあ、リフレシャッフルとかもしたりとかして、ね、いろいろ、ね、お客様の選んでもらったカードは、こうやってめちゃめちゃなって、最後にピュッてやった時にトップにペッて出てくるんですね。これちなみに今やってなかったんで、出ないんですけど、そこまでね、まだ華麗な技は使えないんだけどね。うん。でも一応、できます。うん。やり方を覚えただけなんだけど、あとは、お札を、ペンが貫通するっていうマジックとか、うん。まあ、できます。まあ、でも、それぐらいしかできないですけどね、逆に言うと。うん。まあ、結構ね、割とね、YouTube でもね、マジック動画上げてる方はいらっしゃって、まあ、勉強させていただいてるんですけど、まだまだね、もう需要があるような、まあ、むしろどっちかというと、もうなんか編集入れて、なんか面白おかしく、マジックやっていこうかな、みたいな。そんな感じの、動画シリーズを作っていこうかなとちょっと思ってます。これ今、あ、そうだ、今、いつもね、真正面からしか動画撮ってないから、逆にこの机、テーブルが見えてる状態いいかも。これできるかな、私。これね、やりたいんですよね、これね。かっこいい、かっこいいですよね、これね。これバーってやって、これを、どうやってやるんだろう、あれ。できない。トゥルルルってできないですね。なんか多分やり方があるんでしょうね。あ、三脚に当たっていく。かっこいいですよね。なんかね、こうバーってやって、これ自体かっこいいんですけど、結構ね。で、その後、これをクイッてやると全部バーってなる感じ。うん。まあ今ちょっと手でサポートしてやったんですけど、これがね、パーパーってなるの。パーパーって。かっこいいですね。なんかこのなんか、図柄面が、あれ、できない。難しいですね。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、手先が不器用な私が、どこまでマジックが上手くなるのかというのをね、まあ、みんなに見ていただけたらなと思うんですけどね。というわけで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。次回がね、まあ多分、何本かあげると思うんで、よかったら見てやってください。お疲れ様でした。バイバイです。